みんなに笑顔を届けます、ホットチャンネル。さあ明日から台風が来ます。まだまだ雨は降りそうにありません。今のうちにホットくんと散歩に行ってきます。もう今日は海の方には近づかないように町の放送もしてました。皆さん気をつけてください。今台風は鹿児島の方に接近してるみたいです。で明日9日の日、五島列島の上空を通過していきそうです。まだ今のうち散歩できるので、ホットくんと散歩してきます。もうすでに船の便は全便結構もう決まって、明日の分も決まってます。食料も昨日買ったので、明日一日引きこもり生活になりそうです。じゃあ昼の散歩も終わって今から帰ろうと思います。でそのままお父ちゃんは夜は仕事になってます。行ってきます。さあ今日は仕事終わって帰ってきました。ホットくんは何しよっかな。あら、ホットのシルエットがないな。どう、何しよったって迎えに来んで。ただいま。ただいま。なんで迎えに来んやったと。はい、元気ですか。行か、おしっこ行く。おいで。ただいま。はい、おいでと。いいよ、おいで。はい、父ちゃんの荷物持ってきてください。持ってきて。さあ何を持ってくるでしょうか。はい、父ちゃんの一番大事な財布、ありがとう。はい、次は何を持ってくるでしょうか。おお、父ちゃんの着替え。はい、ありがとう。話して。はい、まだあるかな。はい、父ちゃんの汗拭きタオル。はい、ありがとう。話して。はい、次なかった？もうなかった？さあ、持ってこれるのはまだあったか？おお。父ちゃんの買い物バッグも持ってきてくれました。じゃあちょっと、あ、話して。はい、頼んでみましょう。他まだありましたか。はい、父ちゃんの買い物バッグパート2。はい、ありがとうございます。話して。どこまで持ってくるか。はい、おっと、まだあった。もう持てるのあったっけな。なんかある。おっと、父ちゃんのバッグ持ってきて。なかった。もうないか。はい、お利口さん。はい、お座りして。はい、お手伝いありがとう。いつもこうやって父ちゃんの帰ってきたものを全部持ってきてくれます。ありがとう。はい、おやつをもらって大満足のホットくんでした。じゃああとは台風に備えてゆっくりしておきます。今日はもう今から台風が来ます。お家もちゃんともうガラスを守るためにしましたよ。玄関の大きいガラスもバッチシです。雨戸も全部閉めました。
台風に備えて懐中電気電池も入れ替えました。ラーメン、水、たっぷりのビール、これで今日は乗り切ろうと思います。さあやっと届きましたよ、鬼山。この鬼山は虫除けになるそうです。今 SNS で話題の鬼山、もう蚊もハエも蜂もアブもこれを身につけてると寄ってこないそうです。それでこれをほっと待ってよ、ホットくんの頭に乗せとけば虫が来ないということです。ホットくんは今日一日頭に鬼山をつけて過ごします。いいぞ、ホット。なんとなんとお父さんとお母さん、ホットくんの分も届きました。じゃあこれが本当に虫除けなるか、今日は台風なので無理なので晴れた日に試してみようと思います。ホット、はい、今日はもう台風なので退屈です。またね。さあホットくんに鬼山が止まりました。これでもホットくんには虫が寄ってきません。よかったね、よかったね。鬼山ホットくんでした。寄ってるぞ。